主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。海坊主です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい。さあ海坊主くん、はい、都道府県名の由来を尋ねるシリーズですね。はい、はい。なかなか思ったように進まずですねやっとのことで関西地方まで来ましたっていうとこになります。はい、ね、で、まあ以前から聞いてくださっている方はまたかと、分かってると思いますけども各都道府県名の由来と、あと都道府県名と県庁所在地名が違う、都道府県庁、ああ、そうですね、県庁所在地か、はい、を紹介します。あと、はい、都道府県庁所在地じゃない政令指定都市もおまけして紹介しています。はい。で、この出典はですね、参考にしているのは各都道府県及び政令指定都市、都道府県庁と県庁所、都道府県庁所在地の市役所と、政令指定都市の市役所のホームページを参考にしています、はい、あとそこではちょっと分かりきれなかったのはウィキペディア等から参考にしています、うんうん、はい。さあ、今回は前回が、三重県と津市まで紹介したんだね。はい。で今回は、関西地方ですね、本当のね。はい。今回はまず滋賀県から。滋賀県、はい。滋賀の地名の由来についてはいろいろあるんですけど、あるそうなんですが、石の多いところを意味する鹿、うん、石どころって書いて、うん、鹿って読むそうですね、に由来するという説や、サスや低湿地を意味するスカ、うん、砂どころと書いてスカだそうです。うん、海坊主のことじゃないですからね。に由来すると、はい、まあ湖の国ですからね、滋賀県はね。サス、あ、そうですね、湖ですよね、サスって、うんうん、湖、サス、サスは湖、サス、うん、サスってあの水、あ、こう陸地、海ができてこう砂地ができてきて湖みたいになるっていうのがサス。あ、そうですね、あのあそこ天の橋立とか、はい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 、そうです、サロマ湖とかね、あ、有名ですよね、サスってね、はいはい、まあまあ湖の国ですから、うん、まあそういうことなのかな。ちゅっても琵琶湖なんてご縁がないから、うん、そうですね、わざわざ琵琶湖に行かないじゃない。そうですね、琵琶湖って泳げるの？でもね、あの上、ボードに乗ってこうジェットサーフィンみたいなこう引きずってもうたりみたいなのが見たことありますよ。あ、水遊びはしてそうだよね、うん、でなんかフナとか取って食べてるんでしょ、あっちの人は、うん、あですね、うん、あとあれじゃないですか、鳥人間コンテスト、うん、あれ琵琶湖でやってるの？琵琶湖でやってます。あ、そうなんだ。琵琶湖の、琵琶湖、滋賀のどこでやってるの？あれ大津じゃなかったかな、ごめんなさい、ちょっと大津、滋賀の人を間違ってたらごめんなさい、琵琶湖のど真ん中でやっとった意味なんです。ああ、なんか思い出した、こう近江八幡には行ったことあるわ。ああ、近江八幡、はい、うん、大学生の時に、うん、なんかなんだっけ、国営の宿泊施設、国民宿舎みたいなのがあって、ああ、うんうん、なんか合宿で泊まりに行かされたのは覚えてる。でなんか焼き物を焼いたのは覚えてる。ああ、滋賀ですね、はい、さあ滋賀の県庁所在地が大津市ですね、はい、はい、これ桓武天皇に由来するそうです、うん、で大津の津というのは、
湖などの水のたまった場所っていう意味で、うんうんうん、これが転じて港を指すという言葉になります、うん、でかつては近江の国と呼ばれていた一帯へ、白村江の戦いで敗北した天智天皇によって、大津に遷都したね、うん、大津京ですね、うん、そのわずか5年後天武帝によって、大津京は廃されます。飛鳥に都が移っちゃいます、はい、以後、古い港と称するようになったそうです、うん、大津はね、はい、でその後、天武系 の政権が続く中にあって天智系の天皇として即位し強権を振るったのが桓武天皇、うん、だから天武天皇の血筋がずっと奈良時代を牛耳ってたんですけれども、はいはいはい、それが血筋が途絶えちゃったんで、うん、天武天皇の子孫、あ、じゃあ天智天皇の子孫が奈良時代の終盤にまた天皇に即位するわけね。うーん、でそこで桓武天皇というのが登場してきます、はい、延暦13年11月8日に、古津と言っていたのが、うん、大津に改称されたそうです、はい、でこの時ついでにね、うん、山城の国って、はい、山に背中って書くんだ、書いてたのを今は山にお城って書くんだけど、はい、改名されたのも、この同じ時だったそうですね。そんなに昔の話なんですね。1200年ぐらい昔の、うん、話ですか。あの辺はやっぱりその古いんですね、歴史というか。やっぱり大津京ってね、うん、やっぱ飛鳥時代の都があったとこだし、うんうん、でやっぱりほら日本海側と京都を結ぶのにやっぱ琵琶湖は便利じゃない、うん、船で移動できるし湖だから。そうですね、大きな波もないから、うん、そういう意味じゃ便利な交通ルートだったんじゃないの、うんうん、で京都奈良にちょうどいいところなんだろうね、うん、まあ、確かにこう大津の次はもうで鉄道なんかでもすぐもう京都市に入っちゃうからね、うん、山越えたら京都だもんね。あ、すぐそこなんですね、うんうん、だから便利なとこですよね、はい、とこう言いつつも意外と大津には行ったことが、経験があまりない。僕もないです。滋賀は彦根とか、あと地名忘れましたけど、黒壁ストリートがあるところ、なんか出てこない、ドアスですか。ごめんなさい、どこもドアスしましたけど、前原のちょっと北側のとこよね。そうですね、なんだっけ、お城のとこだよね、うん、そうですね、もうラーメンがあるところあがんな、前原でしょ、湖北じゃない、西の方じゃなかったかな、あれ静ヶ岳じゃ行きすぎじゃないですね。長浜、あ、長浜です、浜、そうそうそう、長浜ラーメンの長浜、ね、うん、そっちの方がなんか大津ってなんかね、あんまり行かないね。そうですね、うん、その辺行くんだったら京都も行っちゃう ね、うん、ね、でも大津の花火はいいって聞きますね。あ、花火、うん、琵琶湖の花火はいいんですけど、その中でも大津の花火が一番世代やっていう話ですよ、琵琶湖はね、うん、ホテル紅葉だよね。それもう分かんないです。え、ホテル紅葉 CM ですか、うん、琵琶湖温泉ホテル紅葉、はあ、うん、また YouTube で見てみて、はい、探します。ロマンチックなの、もう廃業しちゃいましたけどね、はあ、うん、京都ですね、はい、京都なんですけども、これ中国の言葉らしくって、うん、中国では京都、うん、あと京都の京にお師匠さんの師で京師と読むそうなんですが、はい、どちらも京都も京師もどちらも都を指す中国の一般名詞だったそうです、うん、で、平安の
時代の中頃では京都のことを京とか白川、うん、ああ白川、京白川とかこういう風に呼んでたみたいですね。うん、で、この、ま、京都とこう固有名詞として使われるようになったのは平安末期から鎌倉初期と言われています。うん、で、京都が公的な文章に使われるようになったのは北条時政が、うん、初代、京都守護に就いた時からだそうと言われています。はあ、京都って言葉はすごいずうずうしいよね。都都って字だもんね。ですね。うん、同じ意味、うん、はまあだいたい鎌倉前後ぐらいから定着してる。まあなんか京の都とか言うよね。ですね、うん、でもよく考えたら同じような意味なんですよね、うん、都で僕昔からちょっと疑問には思ってたけど、うん、まあまあ中国の言葉からが始まりなんですね。うん、うん、京都はどうです、どっか行ったことありますか。京都はね、あの子供の頃に新京極に行ったことがあって、うん、そこで人生初のねぎりをしました。ねぎって値段下げて買ったっていう思い出がありますね。何、木刀を、いや、まが玉のネックレスを。まが玉京都でまが玉ですか。おかしいんですけどね、うん、そう、なんか奈良とかだったら分かるんですけど、ああ、よっぽど惹かれたものだったんですね。まあ子供ですからね。ああ。あと京都はでも、清水寺とか、あの界隈。ああ、それ全部京都市ですね。そうですね、僕。京都府は？府は、どうされました、あの自衛隊の、海上自衛隊舞鶴、ね、舞鶴に、あの自衛隊の船乗りに行ったことはあります。あ、僕も行ったことある。あ、でもなんか日本海側がちょっと警備的に荒れてた時期で、はいはい、あの一般公開中止してて僕は行けなかったです。でもあのレンガ造りの、うんうんうん、あのね、軍港の跡っていうんですか、はいはいはい、だからああいうのはちょっと見てきましたけどね、うん、あの学校のとことかも見させてもらって、うん、よかったですね。そうね、遠いね、やっぱね、日本海側の京都はね、丹後はね、うん、あの遠いなと。広いですね、京都ってね。京都広いんだけど、うん、やっぱ京都市が有名になっちゃうから。そうですね、その界隈になっちゃうね、うんうん、あんまりね力入れてるように思えないんだけど、やっぱね、あの辺はこう若い人が残らないとか、その前原とか舞鶴とか残らないという話は聞いたことありますね。まあ、過疎地域になっちゃうんだろうね。うん、はい、では続いてですね、大阪ですね。はい、大阪、はい、この大阪ですけど、今はあの小里編じゃないですか、はい、坂が、はい、昔は土編の坂だったんですってね。うん、で、その大阪という地名は元は大和川と淀川の間に南北に横たわる上町台地の北辺、北側あたりを指したそうです。はい、で、古くは摂津の国に所属してた地域だそうですね。で、この漢字の地名に関する最古の記録は1496年の蓮如によって書かれた文章から見られます。もともと蓮如が大阪と呼んだ一帯は古くは何和ですね、うん、今の難波っていうようなところですね、はい、などの地域を、に指していたようです。で、現在の大阪城ですね、はい、昔はそこに石山本願寺っていうお寺があったんですけども、うん、そこ石山本願寺、そこにあのでかいお寺を建てて勢力、蓮如が、勢力を周辺に伸ばすに及んで、そのあの一帯を大阪と呼んだそうです。だから蓮如っていう坊さんがあの辺の地名のことを呼んだのが最初、うんうん、
だそうです。で今は大阪って濁らないけど、はい、最初は、大阪って呼んでたそうですね。濁っとったんですね、うん、だからなんか大河ドラマとか見てると大阪ってこう呼んだりしますね、うんうん、で、まあそのなんで土編の坂から小里編になったかっていうと、うん、まあ土編の坂は土に反る帰る、うんうん、と読めてしまうわけよね、はいはい、うん、だからなんか縁起が悪いというところから、まあ、漢字を違う漢字に当て替えたらしいですね。で、なら明治以降になると、まあ、大体小里編の方が定着していくそうですね、はいはいはい、大阪はね、まあ、西の都ですからよく遊びにも行きやすいですけど、うん、そうですね。海坊主くんは大阪の好きなところはどこかありますか？大阪はね、友達が京、うん、橋に住んでて時期があったので京、うん、橋によく京 橋、はい、橋って大阪の南の方、環状線ので乗って南の方かな、鶴橋の方、鶴橋からない大阪城の方です。読売テレビとかがあるあの辺が京橋なんですけど、大阪城もあっちからこっちまで広いぞ。あの森の宮とかが近くな、はいはい、本当に大阪城だね。そうですそうです、大阪城公園とかの、はいはい、そこの近くなんですけど、うん、いやであの辺でよく遊んでいました、ね、何があるのあの辺。何でもありますよ。デパートもあるし食べ物屋さんも多いし、商店街あるし。京橋にデパートなんかある？なんかね、あのなんか百貨店みたいなのありましたよ。ほんと、うん、でデパ商店街もあるし、大人のお店からなんやらかんやら。安倍野じゃないの？いや安倍野ではないです。安倍野はだってもっともっと南の天王寺の方じゃないですか、うん、天王寺安倍野ね、うんうんうん、ああそうです。たこ焼きがすごく安かったイメージがあります。あ、うん、たこ焼きね。あでも大阪でちゃんとたこ焼き、有名な店のたこ焼きは食べるけど、でも並んでまで食べたいと思わないですね。街のたこ焼き屋とかあるようなとこ行かない、ね、あでもすごく安くて美味しかった、うん、多くて美味しかったですけどね。あね、美味しいって言うよね、うん、まあ、まあ最近はチンするたこ焼きが多いケリーさんですね。いいですね、あれね、うんはい、大阪府はね、はい、大阪市以外にですね政令指定都市がもう一個あるんですよ、うん、堺ですね。堺、はい、堺ですが、摂津の国と、うん、泉の国、あと河内の国の境目編なので、うん、堺となったそうです。はは、うん、まんまですね。そのまんまなんですね、はい、だから古墳が有名。ああ。なんか教科書に載ってるのもありますよね。そうそう、仁徳天皇陵とか、うんうん、応神天皇陵とかもあるのも堺なんですよ。で、あと戦国時代もね、堺は商業の町として栄えましたから、はいはい、うん、でしたね。はい、なんか意外と歴史にちまちょろちょろとこう出てくる町なのかな。そうですね、うん、大阪な、大阪、まあちょっと堺じゃなくて大阪ですけど、ケンタッキーの食べ放題のお店があるんですよ、はあ、常時やってる店、あのイベントとかじゃなくて常にケンタッキーの食べ放題をやってる店があって、郊外なんですけど、はあ、そこに行ってみたいなって。ケンタッキー食べ放題、ケンキの食べ放題、はい、イベントでね、なんかこうたまに聞くけど、はい、イベントじゃなくてもう常にやってるんですって。コールスローとポテトと、ったかな、コールスロー、うん、ポテトとチキン、ケンタッキーとあと普通の惣菜とかもあるらしいんですけど、そう、何あんの、あとそコーンとか、いや普通の、 だから一般の食べ放題にあるような惣菜みたいな感じですけどねっていうの話を聞いた。何ケンタッキーなんですって。あそうなの、うん、そえじゃあ、ね、レストランになってるのみたいな感じ、ファーストフードの店みたいな、じゃなくてこう本当食べ放題バイキングみたいな、バイキングみたいになってるの、うんうん、ああそれだったらいいや、うん、ポテト、あ、でフライドチキン食べ放題はだけやったらちょっとあれですけどね、ちょっとしんどいね、うん、それ以外があるんやったら
たまに食べると美味しいけどですね、美味しいですね。何個食べられる、あれ1羽分食べられるのかしら、あれ全部1羽できるんでしょ。できます、あの組み立てれるらしいですね、部位ごとにこう。え、ももでしょ、うん、もも2本、胸、だから胸が1個の、うん、で、羽が2個でしょ、で、あんよがあって、あんよの上にあのお尻の部分、ぼんじり、はい、2つあって、それも2個ずつですよね。で、お尻の、お尻は2個になるの？あれ2個、あ、だから1個、1個あるの？ 1話から2つ、だから、お尻2個取れる。取れますね。へ、あれ、だから、と、あばら、あばらも2個。はあ、だから、なんや、2、4、や、9か。あ、胸1個に。あれ、胸、うん、あれ？胸は1なんで、うん、で、羽に、羽でしょ、あばらに、あ、あばらが1個、うん、あばらなんか当たったら食べにくいじゃん、ちっちゃい骨ばっかりですよね、うん、あれが嫌なの、もう無理やり食べたりしますけどね、骨のないのがいい、胸僕好きですよ、真ん中にあの軟骨がドッと張ってるじゃないですか、なんかさ CM とかで見るのはさ三角ですね、三角だな、あの足をガブって、うんうん、こう手に持って、はいはいはい、もう原始人みたいなのって、うんうん、ああいうのだけでいい、あとはあの CM はよくあの三角のこのここのね底辺の部分をガブッとこう、はあ、あそこ骨がないから、うん、食べたらしいですよ、ね、なんで骨抜いてくれないんだろうね、鶏のまそのままの味を、そんなんは骨なしでも、なんだっけクリスピーだっけ、はいはいはい、クリスピーチキンでよかったっけ、はい、クリスピーですね、あれ高いね、高いですね、あれ200円ぐらいしますよね、180円ぐらいかな、小さくなったね、あれあれあのクリスピーなんだっけ、ツイスター、ツイスター、昔なんか2個ぐらい入ってたけど、う、ね、うん、この間食べたらあれちっちゃくなっちゃって1個しか入ってないですね、短くなってるね、うん、ケチってるなぁ思いました、はい、食べ放題はちょっとしんどいけど食べたいかな、たまに食べたくなるけど、うん、一緒に一遍ぐらいでいいですね、うん、なんかねしょっぱい僕的に、あー確かに、うん、だからもういいかなって、僕2、3個も食べたらきついかな、普通のチキンよりあのレッドホットとかああいうのが好きですね、あお腹空いてきます、ビールが欲しくなりましたが、はい、はい、続いてね兵庫県ですね、はい、兵庫、うん、はい、天智天皇の治世に兵の武器、うん、武器庫の意味であるつわもの蔵、漢字で兵庫って書くの、はい、があったところから由来するそうです、うーん、武器庫があったから兵庫、はあ、海もあるし、うん、で兵庫県の県庁所在地が神戸ですね、うん、江戸時代神戸と呼ばれるようになったのは江戸時代頃だそうです、その江戸時代の頃、神戸郷、うん、神戸って書いて神戸とも読めますね、うん、神戸郷の地域は、上の部分って書いて、うん、神戸、これで神戸、神戸村だから神戸郷神戸村っていうとこがあったって、うん、でこれが後に、神戸村か、うん、神の神戸村、うん、神戸村になって、うん、どん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 大きくなって、今は神戸市になったそうですね、うん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 、なんか神戸って読むとこもあるじゃん、神戸と書いて伊賀神戸って言って三重に、うん、なんか駅があるのよ、伊賀神戸、この神戸ですか、うん、あでも神戸の神戸号っていうもん、うん、だからいろんな立場によっていろんな呼び方があるんだなって思いますね、うんうんうん、神戸はね僕お友達の結婚式で異人館で結婚式行きましたよ、いいですよね、うん、あそこね僕もいっぺん行ったことあります、坂ばっかでしんどかったな、まあ、でもこう日本の風景ではあまりないような建築物が、うん、まあ、異国情緒あってね、うん、で中華街行ってみたいんだけどどこにあるか分かんないんだよね、神戸の中華街、
駅の近くでしたね。駅ちょっともいっぱいあるじゃん。何十でもちょっと忘れましたけど、だいぶとあのね、でも港からも行けました。あのポートタワーみたいな、ポート、はあはあ、あそこ辺から歩いて行きましたよ。ああそうなんだ。歩いて10分ぐらいでしたね。ああ僕はあそこしか鉄腕に 鉄人28号28号か、うんうん、ああの辺ありましたね。あそこぐらいまでしか行ってないんだよね。あっから歩いて10分ぐらいじゃなかったかな。あそうなんですか、うんうん、で僕あまりにも人が多くて、うん、そこの近くのもんじゃ屋さんに入って、神戸でもんじゃ屋さん、もんじゃとあとお好み焼きもんじゃの店、すごく美味しかったっていうイメージが。道頓堀？違います。ポンポコポーンじゃないの？チェーン店じゃないです。そうそう。神戸でもんじゃ焼きなんか食べられるの？食べれましたね。もんじゃとお好み焼きを頼んで。関西の人ってもんじゃ焼きなんか食べるの？ねえ、意外でしたけど美味しかったですよ。食べなそうな気がするね。うん、こんなもんって、うん、やっぱお好みかたこ焼きか明石焼きぐらいしか食べないのかなってちょっと偏見が入ってますけど、まあ、まあ僕も半ば粉もんで育ってますので、はい。さあ続いてね、奈良県ですね。はい、奈良はですね、平らなとか平坦なっていうことという意味がある鳴らすはんはんと、そこから来たというのが有力だそうです。で、都城ね、あの都の城とかで都城を意味を与えるために、うんうん、城という字を加えて平城京、うん、平城ですね、うんうん、って書いて奈良と呼ぶようになったそうです。うん、平坦な城ですね。鳴らされた城だから、うん、奈良はね、やっぱりもう大仏さんですね。ですね。もう、うん、奈良県を手話で表すときは大仏を表すんですよ。ああこうですね、こう仏さんね、うん、ありますから、やっぱ奈良といえば大仏。大仏ですね、うん、奈良ね。鹿ですね。あとね、僕はでも飛鳥村の方が好きなんで。あ、門があるとこですね。門じゃないわ、違います。ちゃうわ、ちゃうわ、もう怒られるわまた。だから何ですか、聖徳太子とかの時代から、飛鳥時代の飛鳥ですね。うん、うんうん、なるほど。ちょっと南の方が好きかな、はい、大和三山とかこう囲まれたりするとね、うんうんうん、個人的に好きなのはあの三輪神社が好きですね。三輪神社、三輪そうめんの部分なんですけど、はいはい、まあ日本最古の神社の一つと言われてるところで、ご神体が三輪山っていうぽっこりした山でね、はいはい、うん、あのにぎはやひの御事っていう神様を祀ってあって、うんうん、でその三輪神社の裏ぐらいに、うん、クエビコ神社ってあるのよ。ほう、クエビコってのは古事記のに出てくるんだけど、カカシなの、うん、でカカシなんだけど、とても知恵者で大国主の御事の国づくりをいろいろ手伝ったそうな、そこから知恵の神様、学業の神様に なる出るっていう神社が三輪神社のお隣ぐらいにあるんですよ。ぜひ海坊主くんも、はい、あの学業祈願もするようにしてくださいね。奈良といえば友達が鹿せんべい投げコンテストに出て、何それ、鹿せんべいを投げるコンテストがあったんですって。距離を競 う優勝者らしくて、距離を、うん、あのちょうど雨であんまり人がおらんかって、あーゴールデンウィークらしい。ゴールデンウィークなのに、ね、でも今行くとすっごいよ、奈良公園のあたり。あ、そうなんですか。外国観光客でごった返してる。あ、奈良も外国人の観光客がすごいんですか。すごい。大阪京都はなんかイメージありますけど、京都大阪もすごいけど奈良も負けない。へえ、奈良市ね、奈良公園一帯はすごいよ。もう鹿と写真撮るのみんな一生懸命。はあ、うん、
で歩道の真ん中にも鹿とかいるじゃない、はいはいはい、その鹿なんかと一緒に写真撮ろうとしてああだこうだってしてて危ない、あの通行の邪魔なんですけど、うん、とかっていうようなのを思ったことがありますね、うん、そうさあ、はい、最後、はい、和歌山県ですね、和歌山、はい、和歌山市にね、うん、あの和歌の浦っていう名称があるのよ。うん、と、岡山県の岡ですね。うん、昔はね、あの和歌山市のあたりを岡山とも呼んでたそうです。うん、で、この和歌の浦と岡山の合成語で和歌山となったとされています。秀吉の命を受けた秀長によって、和歌山城が築城されます、うん、古代からの名勝地和歌の浦に対して秀吉が和歌山と命名したとも言われてます、うんうん、まあ和歌山、うん、あれですね、和歌の浦っていうのが、まあ、やっぱり一番有名なんでしょうね、うん、なんか万葉集かなんかでも出てくるよね、はい、この地名はね、うん、和歌の浦、うん、和歌山市って意外とね行ったことないんだよね、和歌山市はないですね、串本っていうところにクジラを食べに行ったり、白浜にあのアドベンチャーランド、ああパンダのとこ、パンダのとこ、 あっちも何期も遠いよね、遠いですね、うん、クジラ食べに行ったの、クジラ食べに行きましたね、ああそう、あんまり食べたことない、あなんか昔は給食で竜田揚げが出たっていう時代もあるらしいですけど、うん、うん、知ってるよ、知ってるよ知ってるけど僕はもうそんな世代じゃないから、あ、うん、でどんどんほら国際的に、はいはいはい、ね、クジラ系を食べるとうんたらかんたらというのになって、うんうん、ほとんど僕は口にしたことないと思う、美味しかったですよ、なんか、うん、あの竜田揚げは本当に鳥よりジューシーな感じでした、ジューシーなの、うん、僕はクジラって哺乳類だからですね、まあ、パサパサしてそうな感じですけど、まあ、確かにちょっとパサ系はあったけど魚の感じではなく、まだねクジラはねまだ食べたこと、一応食べたことはあるんだよ、けどイルカとかはないね、あやっぱり種類によってなんか食感違ったりするみたいだけど、うん、ね、まあね、そういう食文化のとこだから、まあね、いっぱい取りすぎはダメですけど、あのそうです、ね、クジラの博物館とか私も行ったことある、うんうんうん、見ましたそこ、うん、捕鯨の歴史とか何でもあるのね、クジラにまつわるものね、はい、うん、あのクジラのおちんちんのホルマリン漬けはちょっとびっくりしましたね、体に比例してあら確かに立派なことと思います、こんな話で終わっちゃうの、あの、あのね、この和歌山といえばあの熊野三山もありますね、あ、熊野本宮と那智、うん、熊野那智大社と、はい、早玉大社とね、ヤタガラス、ヤタガラス、はい、あのなんだっけ、サッカーの、そうですね、日本のエンブレムですね、ヤタガラスなんですよね、なんでヤタガラスか分かってる？分からないです、あのね、神武天皇が宮崎から、はいはい、瀬戸内海通って奈良目指してきたの、うん、だけど大阪湾に着いたらあの長すね彦っていう強いやつがいて、コテンパンにやられちゃって紀伊水道を下って熊野にから奈良を目指すことになる、うん、あの紀伊山地を抜けてで大変な山深いところでしょ、したらあのヤタガラスがこっちだよって道案内で迎えに来てくれた、はい、でもその神武天皇とヤタガラスが出会った場所が熊野本宮大社なの、うんうん、であの明治までは川にあったんですけど、あの大豪雨で流されちゃったので今は山の上にあるんですけど、あの昔河原にあった名残って跡地っていうのは今でも残ってるんだけど、うん、でだからそこで案内を受けて、ヤタガラスの案内をされて奈良に入って
長スネビコもやっつけちゃうから、うん、勝利を導いてくれるカラスだからっていうところから、うんうん、あのなんだっけ サッカーの日本代表のになったみたいです、うんうん、はい。さあ、関西地方を今日やりましたね、はい。どんどん西に次回ねまた西にどんどん向かっていきましょう、うん、はい。今日はねここまでね、はい、はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。いろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、はい、はい。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。はい、はい。ではですねまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。